どうも、ネコパンチャンネルのキーさんです。ということで、今回はマインクラフトの公園で使える遊具を紹介していきたいと思います。まず、滑り台、使う材料はこれだけ。水色の色は、設置用ブロック、落ちるブロックじゃなきゃ何でも OK です。はい、それでは作っていきましょう。はい、積み上げていきます。ここから倍速再生するので、じっくりと見たい方は、一時停止推奨です。次にジャングルジムを作っていきます。ジャングルジムは簡単で足場しか使いません。次にシーソーです。シーソーはハーフブロックと塀を使っていきます。今回の動画